インシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。中央の巨大航路を破壊し、レーザー障壁を解除しろ。まずは内部への侵入を目指しましょう。足元に注意を。落下すればレーザー障壁の餌食です。危険位置の侵入を検出。脅威レベル8。防衛フェーズ 4.0。 対象を排除します。狙撃タイプの防衛兵器です。撃墜されないよう注意を。危険因子か。侵入者から格上げになったようだな。外周に沿って進め。621、内部への入り口があるはずだ。集中を切らすなよ。メイブ、入り口から離れてください。